皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト林和馬と申します。本日もですね、前半は海外のイノベーティブな商品を紹介するキュレーションサイトのご紹介をさせていただきまして、後半はですね、今週 GAFA のですね、社長たちがですね、トランプ政権に呼ばれて独占禁止法に関するお話を答弁しなきゃいけないんですけども、 Amazon のね、ジェフ・ベゾス CEO ですね、どのように答えるのか、これがですね、今ちょっと注目を浴びておりますので、こちらの方ですね、本日はご紹介させていただこうと思います。本日の内容にご興味ある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started。はい、それでは早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。今日皆さんにご紹介するのはですね、アマチュアシェルマーっていう、まあこれちょっと英語じゃないですけれども、先日からご紹介しております、まあ、キュレーションサイトの一環のような、サイトでございまして、まあ、これも似たようなサイトでございまして、さまざまな商品の紹介、ガジェットなどを紹介している、サイトになります。で、まあ、これもですね、まあ、カテゴリーが上にホーム、アウトドア、パーソナルケアといろいろね、分かれておりまして、まあ、本当にいろんな商品が、見れると思います、ね。特にそういうクラウドファンディングで受けそうな商品というのがですね、こういったところで紹介されてますので、まあ、商品のリサーチのヒントになると思いますし、まあ、ここから派生させてアリババでチェックしたりとか、まあ、そういったことができるようになりますので、このサイトもですね、研究していろいろと見てみるといいんじゃないかなと思います。まあ、こういうふうにね、セレクションという形で、いろいろあると思いますし、まあ、この辺からね、エレクトロニクス、ガジェットとかですね、いろいろありますので、まあ、こういったとこから、いろいろと商品を見ていきながら、まあ、何か面白そうな商品はないかな、それからまた日本の国内の、クラウドファンディングを見ながら、まだ日本に出ていない商品がないのかなという形で調べていくのも面白いんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、とにかくですね、日々いろんな商品を見ることだと思います。結局市場をね、やっぱ知る、まあ、海外でどんな商品がトレンドになっているのか、こういうのも知るっていうのはですね、非常にリサーチをやっていく上で、しっかり上でですね、重要だと思いますので、ぜひ毎日、まあ、海外市場を見ながら、まあ、どういった商品が売れているのか、日本に出ているのか、そういうのをね、しっかりと見ていくといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあですね、本日の、ニュースの方に行きたいと思います。今週ですね、GAFA ですね、Google、Apple、Amazon、Facebook、この4社の社長がですね、トランプ政権に呼び出しを食らって、独占販売法に違反しているということでですね、各社長がですね、コングレスの方でですね、話さなきゃいけないんですね。まあ、そこで、まあ、今、ジェフ・ベゾスがですね、それに、まあ、しっかりと答弁するために、今、考えていることというのはですね、This space of will tell competitors from rival like Walmart.Just like the world needs small company, it's also a large one. ちょっとこれ、まあ、なるほどねというところを、まあ、言ってるんですけれども、まあ、Amazon の、ね、会社の規模感というのはですね、非常に重要なんだと。Amazon の規模感でも、例えば、ウォールマートとか、そういったライバルももちろん、競争も存在しているので、独占なんかじゃないんですよと。それから、世界中で小さな会社も必要なように、また大きな会社も必要なんだというのが、今このタイトルの見出しになっているんですけども、どういうことなのかと。Amazon posted CEO Jeff Bezos a prepared testimony Tuesday on its blog ahead of his appearance at the historic Congressional Tech Antitrust hearing on Wednesday. Bezos plans to argue that Amazon's size benefits consumers, sellers, and economy, and it faced plenty of competition from rivals including Walmart, Instacart, and Shopify.Just like the world needs small companies, it also needs large ones, Bezos expected to say. Bezos also, with the top executive of Apple, Facebook, and Google, parent Alphabet are set to face questions from Congress on Wednesday, where they have to defend their company's growing power.まあ、これ言ってるのはですね、独占の中じゃないと、今、アマゾンもですね、ウォールマートとかインスタカート、ショピファイといった、会社との競争に今直面していると。それから、小さい会社、中小企業が必要なのと同じようにですね、大きい、アマゾンぐらいのサイズの会社も、結局は消費者、出品者、それからエコノミーにとっても必要なんだと。ね、こういった、ね、大きい会社もなきゃダメなんだよというふうに、ベゾスが言ってるんですね。うん、まあ、確かに、言っていることも分かるは分かります。中にはね、そういう大きい会社で大きいインフラを作っていく、それによって、まあ、我々のような
セラーとかがですね、Amazon とか eBay とかそういう Shopify とかを使って、ビジネスを構築できる、まあそのちょっとこう生態系みたいなのを作っているのも確かに事実なんで、まあ Amazon が言っていることっていうのも、分からないことはないんですね。ある程度大きいところでないとそういった生態系では作れないですからね。マーケットプレイスですね。まあこの辺がね、どうトランプがまた言ってくるのかというところになってきますけども、注目が集まっているところでございます。はい、それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったというふうに思っていただければ、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もですね、ぜひよろしくお願いします。またツイッターの方もですね、ぜひこちらの方からご登録ください。また日々稼ぐノウハウについてですね、メルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye.